はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。最近のコメントでちょっといいことを知りまして、レートが5700になったらあのバトルメダルがねもらえるってちょっと聞いたんですよ。でそのバトルメダルっていうのはねちょっと僕どんなのかわからないんですけど、っていうより僕ねあのメダルをねまず1個も持ってないんですよね。ねメダルなしメダルなしよメダルなしようなんですけど、まあ冷凍ですね、まあその5700を目指していこうかなと思います。それでねあのまずバトルメダルっていうのが初めての所持になるんですけど、いやこれは勝ったね、ありがとう。いや初っ端勝つことができました。教えてくれた方どうもありがとうございます。そしてまた別のコメントでねちょっと気になることがありまして、僕もピオさんと戦いたいけどフレッコ知らないからできない、まあ、フレンドコードですね。で、ちょっとコメントが来たんですよね。いや、僕ですね、これで、ちょっと今やられちゃいましたけどね。そのコメントを見てですけど、あの、動画概要欄に、ちょっと、あの、僕のフレンドコードを貼ることにしました。どうかですね、皆さん、あの、フレンドになってあげてもいいよっていう方はですね、どうか見てやってください。そして、送ってやってください。ちょっと待って。いやちょ、待って、さっきからパックンちょっと邪魔すぎでしょう。これはどっちから行った方がいいんだろうね。これ上から行けばいいのか、ちょっと上から行ってみる。さっき下から行ったもんね。ちょっとこっちから行ってみよう。どっちでもいいねどっちでもいいね。これとりあえず真ん中の土管に入って中間ポイント取っていきます。これはこのハテナブロックはファイヤーかな。いややっぱファイヤーだと思いました。よし OK でこれで音を取ってみんなに追いつこう。みんな追いつこう。ちょっと待って、いやちょそんなとこで止まんないでってそんなとこで止まんないでって。もうパックン、おルイージやられてる、ルイージやられてらっしゃいます。おキノピオもやられてる。いや熱いよこれ、めっちゃ熱い。ワンチャンある、ワンチャンある。ちょっと待って、これどうしよう、これどうしようか。よし OK、 これはファイヤーだね。でこのまんまバーブロック入っていきます。あ、どういうことこれ。なるほど、これどんどん上に上がっていくパターン。 OKOKOK、 じゃああとあれか、あのこのピンクコインか。なるほど、いやキノピオ、キノピコ、ちょっと待って踏まして、キノピコ踏まして、おっかっ、よしよしよし、よし OK、 やった2連勝、2連勝いきたい、マジで2連勝いきたい。おっよし、これは結構差ついたでしょ。僕も当たってもいいからね、どんどん右に行きます。そろそろゴールがあると思うんですよね。よし、もうゴールあって、そろそろゴールあって、もうゴールあっていいよね、もうゴールあっていい、よし OK、 やったー2連勝5700はそんなに遠くないかもしれませんね、この調子であれば。それじゃああのルイージたち待っておきますか。おルイージ来たね、ありがとうルイージ、待ってくれてるんですね。あとはキノピオだけか。おお危ない危ない、投げられそう投げられそう。って言ってもだよ、冷凍ですね100増やすのってめちゃくちゃ難しいんですよね。まあ今 S プラスの方とかだったらわかると思うんですけど、100増やすのってほんと難しいんですよ。それじゃあ次はお化け屋敷かな。おなんか右のあれ顔なんかミッキーマウスみたいなになってるね。ちょっと待って、ラグラグすぎてやばい、ちょっとマジでラグすぎてやばいって。待って、抱えるでしょ。いや持たないでね、みんな持たないでね。キノピコ逃げないで、キノピコ逃げないで。ふっくっく、いや一番前欲しい、一番前欲しい。出たー、やっぱり2の状態でスタートだね。1とかなってる1とかなってる。ルイージも上見てるし、いやこの暗闇の状態でパーンってスタートって言われてもね。おいやつあつくっ、いや待って待って、いやほんとラグいって、マジでこれ、この状態でまあ行って、まあここで行ってどうするんだろう。どんどん右に行く、もうゴールとかないよね、そんなことしないよね。じゃあなるほど、ここで、いやリフトに乗らなきゃいけないのか。オッケーオッケー、リフト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 いるよ、リフトいる。待って、投げないでね、投げないで、投げないで、投げるでしょ、絶対投げるでしょ。もう回転してんもんね、もう回転してるもんね、もう投げる準備万端じゃん。あって、マリオ待って待って、いや僕は何もしないよね、マリオ先に行っていいから、マリオ先に行っていいからね、先行っていいから。よしよしよし、うわー嘘嘘嘘最低めちゃくちゃ最低。あ見えない見えない、え待って、これ、あえなんこれ、えちょっと下から行く、これ下から行ってみる、下から行ってこの状態でジャンプ、オッケーオッケーオッケー、あ挟まれる挟まれる、この状態だったら挟まれちゃうよ。よしマリオ、さっきはごめんね、さっきごめん、さっきごめん。いやまたここ危ない、ここ危ない、やばい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 ってやばいって、危ねえ危ないって、やったマリオ抜きました。はい、
マリオできました。多分これ乗らなきゃいけないでしょう。このまま上に行って、このまま何があるんだろう。めっちゃ気になるね。上多分またあるんあるでしょう。何だったっけ、あのつらら。おお、マリオやった、勝った。これ今日3連勝じゃない。めっちゃ暑いんだけど今日。ちょっと待って、うわあ、ビビったマジでビビった。これこれはこれこれ大丈夫大丈夫、もうほんと怖い怖い怖い、マジで怖い。これドッスンからやられると思った。マジで無音なんだけど、ちょっとやめて無音は怖いって。もう無音でマリオないよ、無音でゲーム実況めっちゃきついんだけど。さあこのねキラーとこのリフトに乗ったままどんどん進んでいけるんですけど、後ろのね後続マリオたちはもう来れないと思うんですよね。なんたってリフトがないからね、まあ足場がねしかもなかったから、上に登れないんですよ。だからねこっちまで来れないんですよね絶対に。だから僕めちゃくちゃ慎重に行きたいと思います。あのねキノコとかマジで欲しい、この辺でね。キノコとか本当に欲しい。これ何もしないでゴールできるパターン、ちょっとね早送りしますね。うわルイージ来た、うわルイージ来た、ちょっと待って、ルイージが来たマジかよ。待って、素通り、あよろしく。ちょっと待って、それゴールでしょ。ちょっと待って、これ絶対勝ち確だと思った。絶対それゴールでしょ。うわゴールじゃない、大丈夫、どうなってんだろう。うわめっちゃ気になる。うわ骨が危ねえ、骨が、ちょっと待って、くわーっか、骨もうすぐクリスマスだね、何しようかな、ゲームしよう。まあ、クリスマスといえばですね、中学生、高校生、もしくは、まあ、社会人の方、いろいろいると思うんですよ。まあ、大学生とかもね、いると思うんですけれども、まあ、彼氏と遊んだり、彼女と遊んだりね、することが多いと思います。いない方には申し訳ないんですけどね、まあ、僕も高校生の頃、まあ、いなかったりしてた時期がありますので、まあ、その時はですね、まあ、クソリマス会といって、ね、男同士で遊んでた、まあ、ことがあるんですけれどもね、まあ、クリスマスをクソリマスという、マイ・スーパーマリオブラザーズ、ワールド 1-4 ファイヤーバーの城、なんかね本当にスーパーマリオブラザーズの 1-4 を再現してるかのような感じですけれども、これは僕アイテム取っていきます。ここファイヤーバーめっちゃあるんだったらね、みんなアイテム取ってた方がいいよ。ほら誰か一人やられた、まだやられてないで、ね、うわっ、いやいやまだいいまだいい、よし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 、このまま洞窟に入っていきます。で中間ポイントか、よしオッケー、ファイヤーになれたね。っていうことは前の二人もファイヤーになったってこと、いや多分そうだね。いやこれは簡単、いやこれは簡単っぽいな。で最後クッパの後ろ斧あるんでしょ、やっぱり。はい、あれからね負けまくっちゃって、今レートが5602 最初に戻ったね、振り出しに戻ったんですけれどもね、まあこんなもんでしょ、みんなでバトルやってると。むしろいい方だよ、もう5600台をね、まあ、キープしてるっていうのはね逆にいい方だと思うんですけどね。固めないね、一人大吉さん固めないよ。この大空を駆け抜けたいスカイウェイアドベンチャー、いや素晴らしい、いや素晴らしいコース名だね。いやこういうコース名ってさ、結構コースもですね、いいコースっていうかもう素晴らしいコースが多いんですよ。待ってルイージ、ルイージどうした、ルイージ連れてってくれるの、ルイージ連れてってくれるパターン、いや優しい優しい音、いやさやっぱそんなんするよねやっぱそうしてくるよね。じゃあオッケーオッケー、ルイージ抜いていこう、まあ、あんなんしてくるルイージ抜いていく、いきます、よしオッケー、でじゃあよし上、いやワンチャンあるワンチャンある、このまま大空を駆け抜けていこう、よしオッケー、いやー危ない危ない、これは危ない、ホッホッホッ、あ待ってやっぱりシャカシャンしたんだけどな今、うわちょうどいいとこ運気のピコいるな。まだまだチャンスあるよ、まあ、こういうステージって結構長いからね、まだチャンスあると思います。ほら羽とかあったらいいね、羽とかあったらねほんと駆け抜けれるんだけどね、ピヨーンって飛んでさ上の方までずっと行けるんだけど、いやちょっとラグいっていうのがねまたネックだな。次は待って待って、危ない、この人危ない、マジで危ない、うやっぱそうしてくれと思った、やっぱり負けねえぞ俺は、オッケー来た、よし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 、ざまねえぜキノピコ、うりゃうおお避けました、オッケー踏んでいこう踏んでいこう、待って、なんでこういう時踏めないのね、なんでこういう時てか今キノピコ何をしようとした、僕にね、なんでそこで待ってた、チャンス、キノピコを食べてやりましょう。でこのまんまヨッシーを僕乗っていきますね、ヨッシーに乗っていってキノピコ食べます。待って危ねえ危ねえこれめっちゃ危ねえ、赤コーラ
うわ、これ捨ててった方が良かったかな。でも僕は一旦このまま行きますね。よし、オッケー。キノピコを捨ててやるんだ、大吉さんね。あ、大吉さんって確か顔がなかった人だよね。もう食欲起き、よし、食べられるのが怖いでしょう、キノピコ。うわー、危ねえナイス判断、ナイス判断。よし、このまま当たってもいいね。どんどん行きますね。よし、ジャンプジャンプ。よし、オッケーオッケー、オッケー、イエス。非常に素晴らしいコースですね。これは非常に素晴らしいコースです。オッケーオッケー。で、ジャンプのジャンプ。で、これ乗れる、これ乗れる、乗れる、乗れる。よし、いや、キノピコといい勝負だな。いや、なんで当たった、いや、ラグいからね、結構当たっちゃうんですよ。あの、ジャンプするタイミングがね、あの、ラグいから、あの、当たってしまうんですよね。で、これ僕乗っていきますね。ほっ、かぶる、かぶる、かぶる、はく、よし。で、これは、え、いや、ちょっとあの、ジャンプするの怖いんでね、僕これ捨てないでいきますね。で、ジャンプでしょ、ここで。これ上なんかある、上なんかあるね。ショートカットしていこう。オッケー、キノピコ抜いたでしょもうキノピコに勝てればもう勝ちでいいや、これ。いや、よし、オッケー、ジャンプ。いや、まだワンチャンあるよ。よし、で、これは出しておいても意味ない。うわ、もうあの二人には多分勝てないな。おそらく勝てないと思います。めっちゃ早い。もうね、抜けない自信がある。正直、正直言いますと、絶対にもう抜けない自信があります。もうキノピコはね、もう、もういい。もうキノピコはもう抜きました。あ、待って、あ、待って、よし。いや、ほんとラグいのがきつい。長いね、このコース。これは、このアイテムは、うわ、マントと思ったらファイアベか。じゃあ、オッケーオッケー。あ、ヨッシーいるね。ヨッシーと、ちょっと取っていこうか。オッケー、ヨッシーでショートカットしよう。ヨッシーでショートカットするんですけど、この辺でいいか。よし、よし、ヨッシーショートカットきました。で、これ、うわ、キノピコいるね。ヨッシー取りましたよ、キノピコ。よし、そういえば最近ね、あの、きりたんぽ鍋の話したじゃん。まあ皆さんそれに対してですね、コメントをくださってどうもありがとうございました。まあ僕の地元って言いますか、は東北じゃないんですけど、まあ皆さん知っての通り福岡ですね。まあ福岡にもですね、あの、有名なものっていうものがありまして、それは何なのかっていうと、あの、もつ鍋って言うんですよ。みんな知ってる、知ってるよね、多分もつ鍋は知ってるよね、さすがに。うわ、これプロペラ取ってった方がいい。で、そのもつ鍋はおそらくですけどね、東北とかじゃなくてもね、あの、福岡だけじゃなくても、いろんなとこあると思うんですよ。東京とか、まあどこだろう、東京とか、東京とか。今ね、もう冬だからね、鍋っていうものがですね、めちゃくちゃ魅力的に感じますね。僕のね、あの、好物の話になってしまうんですけど、もう一番のね、あの、冬で食べるもの何が好きかって言ったらですね、もう即座にね、あの、鍋って答えれる。もうそんくらいぐらい好きなんですよね。まあ皆さんもですね、まあ冬に食べる好きなものはいっぱいあると思うんですけれども、まあ、そこで鍋が出てくるってね、あんまないと思うんですけどね。僕はもうね、もう年だからもう結構年だからかな、もう鍋って言っちゃうんですよね。よし、それじゃあこのオープンブロックジャンプしていきますか。これさ、もう壁ジャンプしてった方が良くないもんね。もう、え、これ何、なるほど、これバネをに乗って、乗ってじゃねえや、バネを避けていく感じね。オッケーオッケー、これ落ち着いていきます。はいはいはい、これもう壁ジャンプしていった方がね、なんか速そうな気はするんだけど、まあ、壁ジャンプやっぱできないか。これはもう壁ジャンプの方がいいね。で、これをこんな感じで、こんな感じか。オッケー、で、次左真ん中の、よし、オッケー。マリオは、マリオ抜ける、マリオ抜ける。兄ちゃん待って、兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん、ここちょっときついここちょっときついな。よし、で、このブロックを登っていくと、もうゴールがあるのか、どうなんだ。いや、まだまだゴールないでくれ。横すくって、横すくって、よし、よし、オッケー、横すく、ここきつい、こういうのめっちゃ苦手なんだよな。わー、マリオ行った、マリオ行きましたね。うわ、これもう抜けないから、ほっはっ、え、なんでここ行けん。最初しか勝ってないね、今日マジでまずいな。これはそこ入っていきます。うわうわ、やるな、キノピコ。よし、オッケーオッケー。これ、うわ、アイテム取っていこうと思ったんだけどな。よし、これアイテムいらんパターン、もしかしていらんかもしれんね。よし、ちゃんと抜けていきますね。ちょっとラグいのがきついなマジでラグいのがきついんですけど、ジャンプ、よし、オッケー。で、ここもジャンプ、いや、ラグいってマジでラグいって。でもね、このラグさのおかげで先にいる、あの、ブラックパックンとか、まあ金魚とかね、追ったらね、避けれるんですよね、まあ、ラグいから。お、あ、でかくなんないのか。うわ、これは取れる、取れました。よし、キノピコを、キノピを抜きます。マジでここで抜きます、この、ここでジャンプ。うわははは
待て待てかよっしゃがちゃん来たこれですほっよし来た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 キノピオごめんよあのもう一回ジャンプしたのはねあこれ勝ったこれ多分勝ったけどキノピコが来てるよしここでうまいことこういやいやよし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 まだまだ効果なるほどここでシャガちゃんでここでもシャガちゃんここでシャガちゃんくっかどうしようこれ上だね上いけるかいけるかよしもういっちょうーわこの辺この辺で抜けない当たれクリボーに当たれクリボーに当たってクリボーに当たれうわいや待ってこれやばいってやばいってまだわかまだわかんないよもしかしたらゴール待ちっていうはいエバーグリーンワンダーランド、まあ、3D のコースですね。エバーグリーンって言ったらね、まあエバーグリーンだよね、まあ、全然グリーンじゃねえむしろこれエバーホワイトこれエバーホワイトだね。よし一番前取れましたけど待って今どうしナイス前あぶねチョンチューチョンチューチョンチューではないねこれ。よしでこれ多分ヒップドロップしてないかんばいマリオマリオヒップドロップしてないかんばいよしオッケー見た今のピョンチューの殺され方やばかったよね。よしこれが下でこのまま下行きます。あいいねいいねいいねよし危な今さキノピコからさ頭突きされてヘッドされてさあピョンチューの復讐だね親の仇かピョンチューさっきのちっちゃいの待ってこれさ僕アイテム取っていこうアイテムじゃねえ、ま、マジかよ。うわどうしようどうしようどうしようこれ上に行きますね。あマリオ戻ってきてるね。いやマリオはいいんだよキノピコとねキノピオが早いんだよな。よしオッケーで次でしょう、まあ、ここのピョンチューにさっきやられたからね、まあ、この子に気をつけていこうか。よしこっちに来てください。もしかしたらゴールか待ってくれてるのか。よしオッケー右待ってくれてない、まあ、さっきねクリスマスの話したと思うんですけど、まあ、正月も正月なんですよ。まあ、去年はですね、まあ、1月1日になったですね0時00分に動画を上げたんですよね。新年挨拶みたいな動画なんですけどね。まあそんなことはどうでもよくて今年はですね、まあ、どんな動画を上げようかなと、まあ、やっぱりね正月何かしら動画上げたいなと思って、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。マウンテンパス、まあ、マウンテンって言えば、まあ、やっぱこのチョコレートマウンテンって言いますか、だいたいね、あ確かこのステージさ、まあ、チョコレートマウンテンだったよね。多分そんな感じの名前だったと思うんですよね、この山。よし、じゃあファイヤーベッド取っていきますか。僕だけか。で、ピンクコインが5つ集めればいい感じなんですけど、お、今1つ誰か取ったね。で、この鍵ドア戻ってくるみたいな。オッケーオッケー、了解。待て待て、これ本当に5個集めないけん？あそこに1個あるよ、あそこに1個ある。左にマリオ1個あるよ。いや、僕取っていきますね。ほい！よし、うまいめっちゃうまい。で、このまま右に行って、オッケー、よし、このまま、ゴールへと、ゴール最後はゴールで終わりたい。あーけいや、待ってマリー待ってマリーマリー待ってマリー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 待ってマリーマリーよし来たね、たまにね、コメントとかで、マリーって何って来るんですよ。マリーはですね、僕がマリーを略してるだけ。はっはっいや、待ってマリーいや、ルイイルトルイ何イルトルイってマリー上に行ってるね。アイテムがないのがねめっちゃきついんだけどな。おマリーやられた、やったぜはいよしそれじゃあもう一回挑戦しますか。おりゃよしよしでこのまま右、いやワンチャンあるよワンチャンある、ほっでこのまま右、やったやっぱねもう一回しますね、もう一回します。うわみんなピンクじゃん、ちょっと待って、もうしない方が良かった線が良かった。うわこれキッズ負けるかもしれん。でね、ちょくちょくあるんですけどね、ああいうさっきのコースみたいにさ、鍵を持った状態ですり抜けるのがね結構うまいっていうコメントをねいただくことがあるんですよ。どうやったら上手くなれるんですかと。いやそれはですね、別にどうやったらとかないんですよね。さっと行く方が意外と奪われないんですよね。逆に狙ってる方がね鍵って奪われやすいんですよ。これはね僕の長年の経験からしてなんかそんな感じがしますね。よしやったやってよかった
それじゃあ今日はこの辺で終わります。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。